ハーバート・マンフレッド、ゼッポ・マルクスはアメリカの俳優、コメディアン、タレント・エージェント、技術者、5人のマルクス兄弟の末っ子として5本の映画に出演した。1901年2月25日にニューヨークのマンハッタンでユダヤ系移民の家庭に生まれる。ゼッポという芸名の由来にはいくつかの説明がなされている。グルチョはチペリン飛行船にちなんでいると述べ、 ハーポはミスタージッポというチンパンジーの中から取られたと語った。ゼッポ自身の説明では、ゼッポはイタリア系アメリカ人のスラングで赤ちゃんを刺し、末っ子である自分がゼッポと名付けられたとしている。ゼッポが幼い頃からチコ、ハーポ、グルーチョ、ガンモの4人の兄は音楽、喜劇グループとしてボードビルの舞台に立っていた。 1918年に第一次世界大戦へとガンモンが徴兵されたことで、それと入れ替わるようにゼッポが4人目のマルクス兄弟として参加した。兄の演技を見て育ったゼッポは、兄の誰かが病気などで舞台に出演できない際に、彼らの演技を模倣して大役を務めることができた。しかし、ゼッポ自身は独自のキャラクターを開発することはせず、もっぱら突っ込み役に徹していた。 ブロードウェイでの成功を経て、4人の兄弟は1929年にパラマウントと契約し、5本の映画に主演した。ここでもゼッポは強烈なキャラクター性を持った3人の兄の横で、引き立て役の常識人を演じた。また、時には美男の優男として映画にロマンスの要素を加えていた。3人の兄はパラマウントとの契約満了後も映画界に留まったが、 ゼッポは俳優活動から身を引いた。俳優引退後には兄のガンモと共に大規模なタレントエージェンシーを設立し、兄をはじめとした多くの俳優の代理人を務めた。また、ゼッポには技術者としての素養もあり、第二次世界大戦中には兵器の部品を加工する会社を保有していたこともあった。心臓病患者の脈拍数を計測する腕時計などいくつかの発明で、 特許も取得している。1977年のグルーチョの死によってマルクス兄弟最後の生き残りとなったゼッポは1979年11月30日にカリフォルニアのランチョミラージュにおいて肺がんで死去した。ありがとうございます。